ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。前回鉢底ネットとキャスターを使って繁殖水槽を構築しました。ただ反ってしまいました。反ることによって隙間が生じて中に親魚が入って卵を食いました。だから中に魚が入らないようにするために反らない床、これを今回作ろうと思います。繁殖水槽2号機です。はい、完成しました。こんな感じ。とても時間がかかりました。ダイソーの鉢底ネット、そしてダイソーの結束バンド、黒色の110本7センチ、全部で300円ぐらいで作りました。下もつけてます。これをこう30センチキューブ水槽にこういう風に入れると、テトラが卵を産んだらこの下から卵が落ちるという、そういう感じでございます。何が苦戦したのかというと、この結束バンドを使うと出っ張りが生じるんですよ。でここの部分がね、計算してなかったので、一回これが入らなくてもう一回外して、この分ねカットして作り直しました。だから29センチで作ったら入らないんですよ。ただこうするとね、もうこう全面しっかり止めたので、もうテトラがね外に出る隙間がないです。ここもしっかりもうくっついてます。プラスチックなんで何かが溶け出すってこともないですし、安全性が高いです。一つだと浮いてしまうんですけど、まあこれたくさん重ねてるんで適度に重さがあって沈みます。で全面メッシュなんで通水性もいいと。まあ3日ぐらいしか入れないですけど。30センチキューブ水槽です。後ろはテトラのスポンジをつけます。チョイスの IS クリップを使って、チョイスのマルチテーブルを4台設置してます。でここの上に置くことでわずかに空間ができると、そこに卵が落ちる感じです。ブラックキューブを設置しました。上の部分はガラス蓋が乗るように、ここ飛び出さないように切ってます。なるだけ広い方がいいと思うので、ギリギリまで作りました。でこれ注意点はこれです。この出っ張りがあるので、ぴったり切っちゃうと入らないんですよ。同じようなものを作りたい方は気持ちね、まあ、28センチとか 28.5 とか短く切らないと入らないので注意が必要です。でこの出っ張りは内側じゃなくて外側になるようにやった方がいいと思います。結構硬いのでね、魚傷つくと思うんで、全て外側になるようにやって、内側は何も出っ張りがないようにすればいいです。黒い円ビータを一番下に入れてるので卵の様子が分かります。マルチテーブルの高さが高いのでちょうど見やすいですよね。あとは前やった通り、全ての面を黒で覆います。これ一番下までやったら分からないので、分からないギリのここぐらいまで下げて黒い板をこう貼ります。観察面も貼ります。後ろはこのようにテトラのスポンジを取り付けて突出口を引っ掛けてます。はい、水を入れてミクロソルユも中央に入れました。水草を入れることによって産卵が促せる、産卵しようっていう心理が働くので、でかい水草を真ん中に入れてます。普通のミクロソルユムです。トロピカ社のこの水草は余っていたのでバルテリを上に浮かべました。まあ別にこれはなくてもいいと思います。ちょっと今入れるところがないのでここに浮かべてます。突出口をこう横向かせて、これでもいいかもしれません。なるべく静かにするために、あ、こっちにしようかな。横から見るとこんな感じ。まあ観察しやすいですね。ただここもやはり人間が見えるってことは魚も見えるので、ちゃんとこの黒いやつで覆った方がいいと思います。下はこういう感じで見やすいです。テトラを増やそうという人はなかなかいないかもしれませんが、もし増やしたいテトラがいる場合はこのような装置を100均で買ってきて作ってみてはいかがでしょうか。放卵個体たくさんいるので楽しみです。ご視聴ありがとうございました。バイ。